一回宮中は火事にあった時があるんです。三種の神器宮中に全部あった時ですが、うちの先祖がクロードって言って天皇の秘書官だったんです。クロード兼この絵の将兵って言って天皇の警備隊長兼秘書官だったんです。で、とにかくそれを持って逃げないとと思って持って逃げた時にうちの先祖が転んでしまったんです。バン。そして鏡にちょっとかけたんです。やっちゃったってやつですね。だから天皇も見てはいけないことになってます。それ以来不幸に進んで天皇も鏡は見てはいけないとなってるんです。だから伊勢神宮にあるのは 100% レプリカです。